プニンガスコードネーム。この動画は7月8日に行われた生放送、ディキシットオンラインの後番組、コードネームの動画になります。コードネームとは、場のカードを人物に見立て自陣営のカードを全て回収するゲームです。ゲームの説明ですが、このゲームのプレイヤーはまず2陣営に分かれます。そして各陣営の中からスパイマスターと呼ばれるリーダーを1人決めます。スパイマスターはどのカードが自陣営のカードなのかを把握しています。しかし他のプレイヤーはどのカードを回収すればいいのか分かりません。なのでスパイマスターは回収してほしいカードを別のワードで指定するわけですね。あといくつ取ってほしいかも指定できます。例えるならば、学校にあるものさんとかですかね。それを繰り返し、最終的に自陣営のカードを全て回収したチームの勝利です。要するに言葉遊びのゲームなので、たまにすごいのが飛んできたりします。そういった一面を楽しんでいきましょう。あとこの動画の画面は配信アーカイブの切り抜きとなっています。ご了承ください。他にもルールやローカルはありますが、まあそこはいい感じにフィーリングで感じ取ってください。では早速始めていきましょう。お姉ちゃん早口疲れた。墜落2。それやったらとりあえず飛行機は取るとして、予定時刻でタイムとか海に不時着イメージで太平洋とか、タイム行くならチェックも怪しくない？皆さんお忘れですか？相手は犬宮さんですよ。いや確かにそうかもしれへん。犬宮さんやったらストーリー性を持たせて墜落って言ってきたんじゃないか。だとすると妥当なワードって太平洋になるんじゃないかな。うん、いいですよ。あーやっぱストーリー性ってことか。実在する生き物4。おお、いや4は強いな。ウサギに、サソリに、スーパーヒーローに。いや、スーパーヒーローって実在するんですか？ナギオさんはスーパーヒーローは実在するって信じてるってことですよね。そっか。じゃあ今日仕上げますね。あとはオアシスっていうロックバンドがあるんだけど、そもそもバンドってカードがあるんだよね。個人的にはオアシスかなとは思うんだけど。では全ての責任を魔球さんに押し付けます。え？まあオアシスでいいんじゃないかな。違いました。まあ白ですし、3つも取ることができれば十分ですよ。犬宮さん。やばいよ。なんかいい感じのパス、お願いしますよ。かの、ご、草、ええやん、ええやん。じゃこの辺はとりあえず硬いとして。枕、ベッド、ハートまではいいでしょ。ノベルもいいと思うけどね。というわけで、あとは一つだけなんですが。まあバンドとダンスあたりが妥当そう。はっ。これもしかして、スティックの可能性あります？え、スティック。嘘でしょ？ナリスさん？ごめん、忘れて。それやったら手芸の方がまだあるわ。え、ナリスさん？ちゃうねん。とりあえずノベル開けますよ。そうしよう。え、なんで手芸なんですか？ちょっとよくわかんないけど。手芸か。手芸。いや、今回ワードが官能じゃないですか。ってことは残りは横文字の中から選ぶより、和っぽいのから選ぶべきかなって思ったんですけど。まあそこまで言うんやったら。じゃあ開けますよ。マジかよ、犬宮さん最低だな。なんでだよ。いや、犬宮さんはきっとリスナーにそそのかされてやったんですよ。そうに違いない。世界情勢3。まあ大使館とタイムとチェックはいいとして、ナギオさんはスーパーヒーローを開けたいですか？やめときます。ヌスッと2。まあ泥はいいでしょ。ヌスッと、泥棒ってことだね。そう、泥棒。まさかスティックの可能性が。ああ、なるほど。そうやよな、そんな感じがする。犬宮さん、うちめっちゃ何言ってんだこいつみたいな空気にさらされたんですけど。じゃあ犬宮さんは本当はスティックを取って欲しかった説で開けますよ。いや、そっちのハイパイ良すぎませんか？いや、次郎さんは代わりに何も失ってないから大丈夫ですよ。これ犬宮さんじゃなくてうちがやけどしてるの納得できないんですけど。いや、知らねえよ。はい、というわけでプニンガスコードネーム会でした。このゲームは気軽に遊べるし、大人数でも問題ないので、パーティーゲームとしてとても遊びやすいと思います。おしゃべりしながら遊べるのもポイント高いですね。他にもカードの名前を全部手動で準備することもできるので、合成音声ソフトの名前のみなどオリジナルのカードで自分ルールで遊ぶことも可能です。何よりブラウザゲーで無料で遊べるので、敷居が低いのが一番だと思います。ぜひ遊んでみてくださいね。では今回の動画は以上になります。
ここまでのご視聴ありがとうございました。